こんにちは、しげしげです。悪魔将軍でセラフィス降臨の全属性必須のやつですね、攻略していきたいと思います。はい、まずワンフロア目ですが、最後に攻撃してくるグリーンガジェットが真ん中を木に変換してきますので、これをパンドラでそのまま変換してあげます。はい、で2フロア目なんですけども、先制で割合ダメージが飛んできます。なので作っておいた回復ドロップを、消しながら攻撃していきます。はい、バトル3がですね、ここ闇1列で抜けますので、まあ悪魔将軍を使って、はい、これで抜いていきます。回復もしておくといいですね。でバトル4がですね、覚醒向こうが飛んでくるんですけども、高 HP なので全く怖くないというか、割合ダメージが飛んできても回復さえ残していれば全然間に合いますし、はい、今 HP バーが赤くなってるんですけど、まだ1万ありますからね。もうちょっと回復してあげれば、これでまだ2万8000ありますから余裕で耐えれるかと思います。で最後ちょっと闇残しておいてあげるといいですね。はい、でこの次なんですけども、光属性吸収がありますので、サブに副属性光を持っているキャラは左に寄せておくといいですね。はい、こんな感じで簡単にパンパンできます。でボスバトルなんですけども、攻撃を与えすぎてしまいますと、リミットブレイク6万ぐらいのダメージが飛んできます。ただし、悪魔将軍の場合全く関係ありませんので、ティフォンの陣からの、覚醒読みに継承していた明智を使ってあげて、これで回復しながらワンパンのダメージを出していきます。はい、これも余裕で受けれちゃいます。であとはちょっとやってあげるだけで簡単に倒せます。皆さんもぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。